答え。全員がルールをうろ覚えでやっている人狼ゲーム。新しい役割まるまる、その能力まるまる。なるほど。協力ですね、これ。協力ですね。新しい人狼ゲーム。新しい人狼ゲーム。人狼ゲーム。だけど。全員がルールをうろ覚えでやっている人狼ゲーム。新しい役割が買い出し。その能力、近くのコンビニの場所が分かる。なんかね、人狼ゲームやりながらね、あ、なんか人狼があったのは分かってて、なんで役割、お前今日買い出し買い出しが一人いてもいい気がするみたいな。あそこのセブンあったかな。確かに水買えた。買い出しとは思うか。俺買い出しだからさ。違うんだ、俺買い出しだから。いや僕買い出しだから分かるんですけど、買い出しなんで分かるんですけど。次で山本さん、役割の方が役割返す。あ、同じ話題ってことですか。同じ話題、はい、同じ話題で、確かにその役割を、確かにこういう時、確かにあの役割パッと片方が書いて、でそれの、あの下の句みたいな、下の句を、下の句みたいなのをパッとその場で考えてもらうみたいな。確かに言ってしまえば、新しい役割まるまる、それは何っていうのを人狼の話題になるんですよ。もう一個ここに置いてよ、はい、実は買い出し早かったですね。すごい人狼、人市民でありつつ、うん、なんか、そう、ありつつ、でも、うろ覚えやってるから、なんかこれあったら楽じゃねみたいな、うん、会話をあった気がするみたい みたいな人狼、人狼あるあるで、これもね、その人狼超好きな人と、うん、人狼 ね、ほぼやったことない人で、なんかそう人狼でラインが、ね、大学生が出てきて、なんか飲み会で、あ確かに、飲み会の役割みたいな、うん、そうパン屋とかあるんですよね、あ人狼ゲーム、あそうなんですか、非常にパン屋とかある、それは確かに知識が、確かにあるがゆえに、山本さんゆえに楽しめられるポイントですよ。逆にだからその知識がありすぎるから、あの知識がありすぎて、いやそんなのないよっていう、うん、強く言えないんだが、そうなんですよ、あのそ、いやそれありますよっていうツッコミが普通の人以上に飛んできちゃうっていうことですね。うん、なんで人狼でパン屋が、パン屋、パン屋の役割しかも、はい、朝パン屋の匂いがするっていう、あじゃあそれが普通の中にパン屋がいるから人狼じゃないことが分かる。パン屋がいると、はい、パン屋と役職の人が生きていることだけが分かるっていう、なるほど、なるほどなるほどなるほど、あじゃあパン屋やられたってなったら、あいつはパン屋だったんだって、そうそう、へぇー、面白おもろパン屋そうだそうだ、そのパン屋の人がパンの匂いする、その食パンとこをゴシゴシってやってるわけじゃなくて、そのパン屋を開いてるって、パンの匂いが朝するってことですね。そうなの、うわパン屋が人狼になることはないってことですか。じゃあパン屋、パン屋、いやそのたまにパン屋人狼なんか掛け合わせたりもありますよね、その人狼でありながら、あの何やってたら市民みたいになって、だから本当肉屋さんみたいな、市民の中の、まあ占い師みたいな役職、ああ、はい、市民でありながら、その人狼が勝ったら自分も勝利するみたいなのがありますよね。すごい、どんどん複雑になってくるから人狼こういうのあー、なるほどね、これでめっちゃ無理めちゃ無理してみよう。役割、そうか、役割でその能力は、はい、全員がルールをうろ覚えでやってる人狼ゲーム、新しい役職、美声、あの周りに花が咲く声が美しい花だらけだ、花だらけだ、あいつ美声だすぐ分かる、すげえ死なずに済む殺す必要もない、殺す必要もない、人狼が食べる必要もない、花が咲く、いいことしかない、いいことしかない